元バトルライブをご覧の皆さん、おはようございます。 2022MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第3戦オートポリススーパー 2&4 レース、いよいよスタートとなります。第3戦の舞台となるのは大分県のオートポリス。全日本ロードレース選手権の最高峰クラス JSB1000 クラスの予選の模様をこの後お伝えしてまいります。実況は私、レースアナウンサーの辻野博士、そして解説にはおなじみ FIM 世界耐久選手権のチャンピオン、そして全日本ロードレース選手権のチャンピオンでもいらっしゃいます北川圭一さんにご一緒いただきます。北川さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ北川さん、はい、全日本ロードレース JSB1000 クラスはもうすでに5レース目6レース目ということになるわけなんですけども、はい、今年は本当に熱いレースが続いてますね。いや、前回の鈴鹿熱いレースでしたよね。本当すごかったですね。もうあのバトル、はい、中須賀選手と渡辺和樹選手が ね雨の中ビッグバトルを ね展開しましたけども、まあ、あの中須賀選手のね、何が何でも勝つというね、もう勝つことに貪欲なね、あのレース、うん、あれすごかったですね。そして吉村鈴木の、ね、渡辺和樹選手が、まあ、マシンもいろいろモディファイをしてきて、はい、戦える状態に持ってきたっていうのは、そうですよね。今まで、ね、中須賀選手とバトルするライダーって、ね、最終ラップまでもつれることなかったですから。そうですよね。渡辺和樹選手 ね本当吉村鈴木のマシンも、ね、はい、本当速いですからね、うん、いやもういいバトルでしたね。そうですね、うん、まあ、そういうバトルが今回のこのオートポリスでも続くことを、ね、期待したいなと思うわけなんですけども、北川さん、このオートポリスって北川さんにとってどんな印象のコースですか？いや、そうですね、まあ、ちょっとね、九州と離れたところにあるじゃないですか、はい、でまあ、年に1回ということですね、あまり走る機会がなくてですね、まあ、コースの特徴としたらですね、うん、まあ、すごいアップダウンが激しいんですよね、はい、で中低速コーナーが多くてですね、うん、また高速で抜けるコーナーも、ありますから、うん、非常にそのバラエティに富んだ、まあ、難しいコースですね、で特にですね、下り 10% 勾配ジェットコースターストレートっていうのがあるんですけど、その後から今度上りですね、うん、上り区間すごい上ってます、うん、で、まあ、普通に走ってね、アクセルを戻すとですね、はい、失速しちゃうんですよね、コーナーで、上りがすごいきつくって、そこまで、だからね、最初、まあ、慣れてないとですね、うん、そのアクセル戻しすぎて遅くなっちゃう、うんうんうん、だから結構ね、攻略難しいコースですね。なるほど、まあ、平坦なサーキットに慣れてる人にとってみれば、うんうん、ちょっとカルチャーショックを受けるぐらいの、そうですね、かなりのね、高低差ありますからね、はい、うん、なるほど。さあ、そんな高低差の激しいオートポリス、まあ、そういう意味では地元九州のライダーが結構強かったりっていうのもね、あったりしますけどもね。そうですね、まあ、走り込んでるライダーが有利だったりする可能性ありますけどもね、はい、まあ、九州のライダー結構多いんですよね。そうですね、今回もかなり九州のライダーいますので、また後ほどご紹介していきたいと思います。さあ、29台がエントリーしております今回のですね、この JSB1000 クラス、この後ですね、予選の模様をこの今の放送でお伝えしていくんですが、実はこの元バトルライブの YouTube の配信なんですけども、決勝レースはまた別のですね、ライブ放送ということになります。午後はですね、13時15分からですね、決勝レースの配信を予定しておりますので、配信は予選で一旦終了して、また別の配信プログラム、同じチャンネルのですね、配信プログラムで放送していきますので、そちらの方でまた決勝レースご覧ください。そして、ぜひね、予選の間順ですね、この元バトルライブの、チャンネル登録、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そして、今回もですね、チャットの方もですね、いろいろとご紹介をしていきたいなというふうに思いますので、皆さんどんどんとですね、応援メッセージよろしくお願いいたします。応援メッセージとかね、まあ、ご意見もいいんですけども、読んでる暇はないの で, で、ね、ご意見というのは、その要はね、ああしたらいい、こうしたらいいとかね、読んでる暇はないので、ご紹介してる暇はないので、まあ、応援メッセージを中心に、ね、はい、ライダーの方ですね、に向けていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、さあ、そしてですね、新企画がございます。今年の新企画、元バトルライブの新企画、順位を当ててポイントゲット、こちらをご紹介してまいりましょう。今年の全日本ロードレース選手権では、ウェビックと連携しまして、ウェビックポイントがもらえる順位予想企画を実施しています。エントリーリストを眺めるもよし、好きな選手に投票するもよし、いろいろと調べて投票するもよし、詳しくはウェビックのホームページまでアクセスしてください。今回もね、全部でチャンスは5回ありますので、各投票ごとにね、正解で2万ポイントを山分けするっていう企画になってますんでね、早いものだともう間もなく締め切りのものもありますので、ぜひお急ぎください。順位を当ててポイントゲット、
QR コードが今画面出てると思いますが、こちらの QR コードからアクセスすることができます。例えばですね、内容はレース1の優勝ライダーは手を、レース2の優勝ライダーは手を、レース2上位3チームのメーカーは手を、レース2の1位と2位のタイム差は手を、なかなかこのマニアックな、ね、このね、あのものもあったりして、そして、レース2決勝でのですね、ウェビックのライダーですからね、阿部真生選手の順位を当てようっていうね、阿部真生選手スポットで出てますよね。はい、そんな企画もございます。ぜひ、この順位を当ててポイントゲット、皆さんもご参加ください。これはちょっとね、あの見る楽しみにできますよね。そうです ね、はい、一緒に楽しみながらというところですね。さあ、この後予選なんですけども、8時40分から行われていきます。あ、今もうすでにですね、コースインしようとライダーたちが出ていってる姿が映っていますが、皆さんにお伝えしないといけないのはウェット宣言が出ております。ちょっとコースコンディションがウェット、路面、まあ雨は降ってないようですかね。はい、そうなんですよね。スタッフによりますと、この予選の直前ぐらいまで、まあ、雨は降っていたということなんですね。でも今は雨上がっているという状況です。気温は13度、路面温度16度という最新の情報が出てきております。実は今回ね、現地に行ってないんですよね、うん、そうなんですね、はい、我々はですね、実は今回は大阪のスタジオからですね、実況をお届けすることになっております。ですので、モニターを見ながら話してるっていう、そういう感じですね。そうなりますね、はいはい、ただあの現地からね、いろいろ情報がスタッフから届いてまいりますので、最新情報はお伝えしていきたいなというふうに思います。また決勝レースはね、テレビカメラの映像でね、映像をお届けできるということになりますが、予選はおそらくこの、いわゆる監視カメラの画面になると思いますが、はい、これでも結構監視カメラ綺麗ですね、この映像ね。ですよね、割と綺麗に映ってますね、はいはい、かなり鮮明で、どこにウェットパッチがあるというかね、そんな感じのちょっと分かりますよね。路面の状況とかも割と見えるカメラいいですね、なかなか。はいね。さあ、ということで公式予選が始まりましたが、45分間という長い公式予選になります。北川さん、これは路面が濡れてるんで、路面が濡れてるんで、みんな出ないのかなと思いきや、ね、結構出てきましたね。結構みんな出てますね、まあ今の状況を見るとですね、まあ、雨上がってますから、うんうん、まあ、予選の後半の方が絶対コンディションは良くなると思うんですよね、はい、だから最初のスタート予選誰も出てこないんじゃないかなってね、予想してたんですけど、そうですよね、全員走ってるような感じですよね、はい、まあ、とりあえずはタイム出しに行こうかっていう感じなのかもしれませんね。そうですね、まあ、予選なんでね、やはり1回ちょっとね走ってタイム出して、はい、そこからでしょうね、うんうん、赤旗等があって万が一、ね、うん、その途中で 赤旗で終了ということになってしまいますと、ね、そこまで出してるタイムっていうのがね大事になってきます、うん、そうですよね、まあ、タイム計測できないと決勝に響きますからね。はい、まずは、その一発出しに行こう、あるいはコースチェックをしに行こうっていう感じかもしれませんね。うん、さあ、北川さん、予選が45分間にわたって行われてきますので、ちょっといろいろとね、お話をしながら、その模様をお伝えしていきたいなと思うわけなんですけども、うん、はい、まあ、見どころとしては今回予選どんなところにありますか？そうですね、まあ、今回2アンド4ということでですね、まあ、やはりコンディションが悪いということを聞いてますね。で、まあ、今日本当ね、天気予報だった晴れマークだったんで、まさかウェットって思ってなかったですよね。ですから、まあ、この予選は本当どうでしょう、まあ、決勝に向けて、まあ、今日の決勝まずドライで、ね、決勝行われるんじゃないかなと思うんで、まあ、この予選このハーフウェットの状態だったら、まあ、あまり無理しないと思うんですよね。で、まあ、後半ですよね、まあ、路面の状況が良くなった後半にタイム出し、まあ、多分スリックタイヤこのコンディションからすると、まあ、45分あればですね、後半スリックタイヤ履いてタイムアタックできるんじゃないかなと思うんで、まあ、そのタイヤを変えるタイミングとかですね、そういったところが、まあ、ライダーチームとか考えてるんじゃないですかね。現在コースインしているライダーたちは全車レインタイヤで、コースインしているというという情報がですね入ってきております。まあ、うっすらなんか濡れてる感じですよね。ですから、まあ、まあ、45分最後の方なんとかドライタイヤで走れるかなっていう感じでしょうかね。最後はアタック合戦をね期待したいですね。さあ、今シーズンも4戦連続で、4レース連続でですね、中須賀克行がポールポジションを獲得しておりますけども、その中須賀克行なんですが、通算のポールポジション獲得回数はもうすでにね
66回ということになっています。はい、すごいな。赤い字で表示されているのが中塚克幸、そして秋吉康介、いわゆる現役ライダーですけどもね。ああ、現役ライダー66回、はい、もうこれだけの差がついております。すごいですね、はい、まあ、10回タイトル取ってますからね。そうですね、はい、現在 JSB 戦に参戦しているのはこの2人ということなんですが、今回秋吉はね、残念ながらまたあの怪我の影響で欠場と。あ、ですよね、まあ、秋吉の代わりに今野選手が走ってますよね、はい、そうですね、今回は今野が代役です。さあ、そしてですね、予選の、まあ、これもうウェットコンディションで始まっているのでドライになるかどうかは分からないんですが、去年の予選のタイムをちょっと見てみたいと思いますけども、去年の予選はですね、中塚克幸がポールポジションを獲得したんですけども、去年のタイムが1分48秒082でした、はい、そしてコースレコードは1分46秒306 2019年にこれもまた中塚が取っています。2019年なんですよね、ポールポジションの、ね、コースレコードが、はい、だから46秒台ですからね、ね、去年だから48秒でしょ、うん、だからなんかあんまりタイムが出ないのはなぜかなという、まあ、ちょっとコンディションがあまり良くないんでしょうね、その路面とかのね、うんまあ、2019年はね、あのホンダとまだやり合っていた時代でもありましたしね、まあ、そこがやっぱり大きいですかね、はい、まあ、ホンダのファクトリーが出てって、まあ、争ってましたから、はい、まあ、レベルが高かったのかな、はい、最終コーナー1台転倒してますね、これね、ダブルイエローが出ていました。最終コーナー誰か転倒しています。ちょっと誰が転倒してたかゼッケンは見えませんでした。さあ、これは まずちょっとね、いわゆるコンディション的にはタイムを狙いに行くようなね、路面コンディションではありませんので。そうですよね、はい、まだちょっと様子見てるような段階での転倒ですよね。そうですね。さあ、今走り出しはまずは2分1秒568で浜原がトップ、そして2番手には星野智也2分4秒545、まあ、各ライダーあのチェックをしながら走ってるってそんな感じですか。今のところはそんな感じだと思いますけどね、うん、3番手に柳川明が来てますね。地元ですからね、なんといってもね、体内年齢は24歳です。もう何べんも言うなんてしつこいっていうね感じかもしれませんけど、まあ、でもすごいことですよ、ね、すごいですね。でもあの体組成系で ね、あの24歳で出るって、はい、25歳でしたっけ。あのこの間あれでしたね、はい、あの鈴鹿2&4の後、ね、ご自身でツイッターにも上げてました、ね、上げてました。いや、驚異的な、ね、体力年齢ですね。そうですね。さあ、これからどんどんとタイムが上がってきます。浜原は2分00秒631までタイムを上げてきました。そして中須賀も今3番手まで来ましたね、2分3秒178です。まあ、2番手にいる星野智也選手は雨の星なんていうふうに、ね、言われますけど、ですよね、まあ、雨になると星野選手は上位に来ますからね、まあ、結構雨が得意なんでしょうね、彼はね、うん、今回は星野選手は BMW なんですけども、BMW、登録車両名が BMW S1000RR になってましたね。あの M でね、そうですね、 M じゃないんですかね、参戦していたんですけども、S1000RR ちょっとやっぱり新車なかなかあれなんですかね、うまくまだ仕上がってないところがあるんですかね、やっぱ不具合あるんですかね、うん、まあ、新型になったらいろいろね、ちょっとうまくいかなかったりする場合ありますからね、うんうん、さあ、そして今回からですね、名古屋鉄平が復帰です。そうですよね、名古屋選手ね、まあ、欠場、まあ、開幕から2戦欠場していましたけど、今回から復帰して来てますからね、はい、まあまあ、まだちょっと本調子ではないみたいですけど。ああ、そうなんですね、まあまあ、でもね、もう走れる状態なんで、うん、まあ、ね、言い訳してられないですからね。そうですよね、ちょっとやっぱり4レース欠場というのはね、かなりライダーにしたら苦しいと思いますよ、辛いと思いますよ、ね、まあ、出てくるからにはやっぱり結果出さないとね、うん、さあ、各ライダーが記録するタイムなんですけども、2分00秒631まで上がってきましたが、この全体のベストタイム、全体といいますか、各ライダーのベストタイムがですね、今日のレース1の決勝のグリッドを決める基準になります。そして、各ライダーの2番目に速いセカンドベストラップというのがですね、これがですね、明日の決勝レース2のグリッドを決めるタイムということになっていきます。
さあ名古屋鉄平は最高速285キロを記録しながらですね、このウェットコンディションの中オートポリスを駆け抜けていますけども、名古屋は現在5番手。昨日はドライコンディションで走行が行われたんですが、総合のトップは中須賀克行でした。そして総合2番手がですね、なんと亀井雄大選手でしたね。亀井選手がなんか調子良さそうですよね。前回スゴの合同テストでも2番手のタイムですか。そうなんですよ、はい、だいぶなんかバイクは改善してきたということらしいんですが、さあその亀井雄大がこの後タイムを上げてくるか。いや結構ウェットでずっと走り続けてますね、各ライダー。そうですよね、まあ、やはり、まあ、ウェットでそこそこねやっぱタイム出しとかないと、うん、まあ、コンディション、まあ、変わってくるとは思うんですけどね。先ほど言ったように赤旗とかになってね、うんうんうん、それで予選終了とかなる可能性もありますからね、やはりタイム出しとかないとっていうところですよね、はい。さあ中須賀がセクター1は区間最速をマークしてきています。中須賀は現在3番手、2分2秒018というタイムになっています。メッセージも来てますね。レインならホッシー、えのきど君も期待しちゃうと、ね、えのきど選手も前回鈴鹿 で、 そうですよ、ね、なんと4位ですよ。4位ですよね、まあ、彼のバイクは JSB でありながら ST 戦仕様らしいですからね。まあ、足回りとかまあ本当 ST 戦、はい、そのバイクで、まあ、雨だったらやっぱりねそういう、チャンスが来ますよね、ドライと比べるとね。さあそのエノキドは現在7番手というタイムになっています。ゼッケン28番です。さあ浜原は今ピットに入ってきました。そして3番手に岩田悟が上がります。2分1秒073中須賀は2番手2分00秒868まで詰めてきました。そして渡辺和樹が2分1秒106というタイムなんですけども、昨日渡辺和樹はちょっとタイムを見てみますと5番手か6番手ぐらいでしたよね、確かね。そうですね、渡辺和樹選手は前回のスゴの合同テストで転倒して怪我してるんですよね。あ、2日目を休んでましたね、確かね。かなり激しいクラッシュやったみたいで、まあ、背骨の、はい、腰椎の大突起骨折って言ってますからね、はい。そうなんですね。あ、そうなんですね。その状態でレースに出られると、まあまあかなりちょっと痛みがあるみたいなんですけども、まあでもそのなんていうかな、骨折してるんだけども、うん、まあ痛みに我慢さえすれば大丈夫という話らしいですよね、うん、はい、はい。で笑って今言ってらっしゃいますけども、北川さん、それ普通のことじゃないですからね。はい、そうですよね。一般社会で考えたら普通に考えると普通じゃないですよね。はい、まず一般社会で考えても、あ、大事を取って休んどけっていうのが普通だと思いますし、はい、あとね、アスリートという意味でも他のスポーツジャンルだったら骨折したらまず出場しないですからね。出場できないですよね。いや、本当ライダーはすごい。ロードレースっていうか、まあ、二輪のライダーはね、本当骨折してても、まあ、走るのが普通というか、なんかね、どういうカテゴリーなんでしょうか ね、 はね。8体でも松葉杖つきながらね、バイクにまたがってね、レースを戦ったっていうライダーもいましたけども、いや、まあ本当ね、ライダーも骨折してても本当、ね、何が何でも出るっていうね、その欠場はしたくないっていうね、その意志っていうか強いですよ ね、 ね、普通では考えられないですよね。精神力はすごいと思います、ライダーたちのね。まあ、渡辺和樹選手もその先週転倒してそのまあかなりねダメージあったんですけども、まあ昨日ちゃんとね走ってますからね。まあちょっとねタイム的には1秒ぐらい遅れてるけども6番手、まあちょっとやっぱ痛みがあるみたいなんでね、あれですけども、まあ今日はまあ痛み止め飲むって言ってたんで。あ、そうですか。まあ、やっぱりね、練習だったらまだちょっとね様子見で無理できないと思うんですけど、うん、予選とか決勝になるとスイッチ入っても痛みを忘れるんじゃないですかね。うん、そういうもんなんですか。そんなもんですね。そうですか。まあ、どうやらその骨折って言っても凹凸起っていう部分なんで、はい、そのまあ不具合はないそうなんですよ。うん、痛みさえこらえれば、だから痛みをこらえればまあなんとか。いけるっていう感じなんで、まあ、決勝は、まあ、期待したいですよね。はい、うん、まあ、出場ができてるっていうことはドクターからも OK が出てるってことですからね。うん、OK みたいですね。はい、渡辺和樹がトップタイムです。2分00秒384。
そして2番手に亀井雄大2分00秒409、そして3番手に浜原総道2分00秒631ということになっています。中須賀は4番手2分00秒868です。今ピットに戻っているのは上位陣では浜原総道だけですね。あとはみんな走り続けてますね、あとは柳川明もピットに戻っています。さらには黒木霊徳、国峰拓磨、樋口浩太、この辺りも今ピットにいるという状況になっています。さあということで、渡辺和樹が現在トップタイムということなんですけども、まあ、今開始して15分ですか、うん、まあ、どうでしょうね、まあ、コンディションこれ見てると、まあ、やはり残り10分とかそのあたりでタイム出しを狙ってくるのかな。そうなってくるんですよね多分ね、きっとね、まあ、このあと9時25分までね行われていきます。あとまだ30分ありますからね。30分あれば、まあ、ライン上ちょっと乾くんじゃないかな、どうかな、微妙ですけどね、はい、うん、さあ中須賀が1分59秒885までタイムを上げてきました。1分59秒885、中須賀がトップタイムです。初めて2分を切ってきたねライダーですね。あのみんな走ってくれないとライン上乾かないですからね。そうですよ ね, そうですよね。台数がたくさん走れば走るほど乾きが早いという、はい、そうですね、そうですよね。ちょっとどうなんだろう、今回あの参加台数少ないですもんね、言ったらね。そうですね、エントリー上は29台ということになっています。まあ本当、まあね、40台とか走ってると、まあ、あっという間に乾きそうなんですけど、どうなんでしょうね、うん、この30分の間にライン上乾くかな。でもだいぶあれですよね、路面の色は変わってきた感じはありますよね、始まった時から言うと。まあ、なんかこちら現地なんか寒そうですよね、気温も低かったですね、はい、気温13度、路面温度16度ということなんで、まあ、昨日の走行なんかも非常に寒かったらしいですからね。まあ、九州、まあ、山の中にあるんでやっぱりちょっと気温が低いみたいですよね、大都会ですね、標高高いですもんね。で山の向こうの方にはちょっと霧のようなものもね見えたりしますので、いやもうこのね大都会雨降ると霧が出るのがね、はい、あの困るんですよね、なかなかドピー感のレースっていうのがあんまりないですよね、うん、そうですね、やっぱりあの山の谷間にあるんでね、結構天候悪いことが多いですよね。まあ本当なんか雨降ったらいつも霧で中止になるイメージがありますよね。そうですよね。だからまあ今回霧出てないんでまだいいですよね、はい。さあ中須賀が唯一2分を切ってきました。1分59秒885、そして2番手が渡辺和樹2分00秒315です。そして3番手が亀井雄大2分00秒409、そして4番手がゼッケン2番の浜原総道2分00秒631、5番手がゼッケン8番の岩田悟2分1秒050、名古屋鉄平は2分1秒222、そして星野智也が2分1秒962、そして関口太郎がその後に続きますね。関口太郎が2分2秒688、そして柳川明2分2秒852、そして10番手が榎木戸育弘2分3秒089という現状のタイムとなっています。まあ、昨日なんかの、まあ、公式練習とか、うん、話聞くとですね、まあ、やっぱりなんか中須賀選手がちょっと強いなという印象でしたね。あ、そうですか。それはどんなところで強いなと感じられますか。うん、もうね、なんだろう、バイクのセッティングっていうのはもうほとんど変えないような感じですよね。あ、もう、まあ、公式練習昨日日本走行があって、まあ、午前中ね、まあ、ちょっとセット変えて、うん、で、まあ、午後からもうロングランですね、レースラップロングランしてのベストタイム、うん、あのトップタイムですから、はい、まあ安定してますよね。うん、まあ、結構他のライダーって結構セッティング変えたりとかしてるんですけど、まあ、中澤選手が、まあ、本当なんか安定して、はい、マシンに合わせてコースコンディションに合わせてこうタイムを詰めていくっていう、そのあたりがやっぱキャパがあるっていうかね、強いなっていう印象ですよね。はい。さあその中須賀1分59秒785にタイムを上げました。そして現地からの情報なんですが、小雨がちょっと降り始めていると。じゃあちょっとこれはドライにはなりそうにないのかな。ウェットの状態での予選となるのかな。そうなるんですかね。まあ、そのどの程度の雨なのかということなんですけど、まあ、やっぱり霧がちょっとね山の奥の方に出ているっていうのがありますんで、
ちょっと雨が ね、晴れてくれないとドライにはなりそうにないですから ね、ちょっと小雨だったらまあウェットのままでこの予選終わるのかなという感じでしょうかね。はい、中洲が1分59秒716にタイムアップです。そしてそれ以降のライダーたちはまだ2分を切れていないという状況。ウェットコンディションでもやはり中須賀が強いのかというところでありますけども、さあ渡辺和樹もピットに入りました。ちょっとこれはどうこれから予選を組み立てていくかっていうのはやっぱりチームといろいろ相談したりっていうのもあるんでしょうね。そうですね、まあ本来ね このまま雨が降らないであれば、はい、この予選の後半に、タイムアタック、ドライタイヤに変えれてタイムアタックできるのかって予想してましたけども、そういった状況でもなさそうなんで、どうなんでしょうね。まあコンディションのいい状態でタイムを詰めたいところじゃないですか ね。今第一ヘアピンであります日立アステモコーナーが映っていた画面は結構明るく、ね、見えるんですけど ね、この第二ヘアピンのところもそうですよね。かなり明るく見えるんですが、雨が降ってるようには見えないんですけど、モニターではね、はいはい、ただ現地からの情報によりますと小雨がちょっと降ってきているということです。一気に路面をどっと濡らすというような雨ではなさそうな感じなんですが、ただ乾きづらい方向にあることは確かですね。そうですよね。ちょっとまあドライになることはなさそうな感じですかね。まあ小雨が降っているということはね、まあ、ウェットでの予選となるんですね。さあトップタイムは中須賀です。渡辺和樹が2番手、渡辺和樹はピットに入っています。中須賀はずっと走り続けてますね、この雨の中。やっぱ中須賀選手本当ロングランするライダーですね。そうですね。コンディションに合わせてその、タイム詰めていくっていうか、やっぱり結構その周回することで、はい、その乗り方を試したりとかしてタイム詰められるんですよね。おー、そうですね。だからセッティングで変えるよりは、乗り方でタイム詰める、だからコンディションマシンに合わせてタイムを詰めていくっていうそういうところを中須賀選手はやってますよね。そのあたりはやっぱ強いかなという。その中須賀も今ピットに入りました。渡辺和樹選手もね2番手のタイム、ちょっと怪我をしての今回のレースですけども、期待したいですよね。さ あ今ねよく考えたらですよ、北川さん、はい、岡本勇気の名前が上位にないですよね。あれでしたね。あれこれもしかして転んでるのは岡本勇気、最終コーナーでいきなり転んでいたのは。あ、名前ないですね、そういえば。ってことですよね。わ、今25番手まで我々見れる現地からのですねタイミングモニター表示されてるんですが、岡本勇気の名前がないですよね。はい、岡本勇気が転倒している可能性があります。いやー、もしかしてそうですか。そうですよね。今バイクはスポンジバリアのところに置いたままになってますけどもね。あれスタート直後でしたよね。ですね。だからノータイムの状態じゃないですかね。これからアタックに行こうというタイミングで転倒してしまった可能性があります。ちょっとライダーがねどういう状況なのかっていうのはねまだ情報が入ってきてないんですが、いや昨日ねちょうどね話したんですよ、岡本選手とも。で JSB 乗ってから転倒してないって言ってたんで、ああそうですか、ああそれで調子いいんだなと思って、まさかのね予選で転倒ですか、はい、ちょっと分かりませんけど、岡本の可能性がありますね、転倒してるのは。いやこれは大変だ、タイムが出せないっていうことは帰ってきこれてないんかな。そうですかね、ライダーもね、はい、本来 T カーがあるでしょうから、戻ってピットに戻って乗り換えて出れるとは思うんですけど、そうですね、戻ってこれないかな。ね、最終コーナーだったら戻ってこれますよね。はい、そうですね。ただ最終コーナーの外側っていうかピットロードのちょうど並行しているところあたりで、ね、今転倒している姿がありましたんで、いやーちょっとこれは大波乱です。これでも予選走れないということになりますと、体が大丈夫だったとして、もうあれですよね、シード権を使って の、ね、決勝グリッドに並ぶことはおそらくできると思いますけども、後方からの追い上げってことになりますよね。そうですね、最後尾とかになるんでしょうね。
そうなってくるとそうですよ、ね、なかなか名前が出てこないですね、はい、上位に名前がありません。さあ上位陣はほとんどがピットに入っています。それではですね、現状の順位をちょっとここでお伝えしておきましょう。トップタイムはゼッケン1番の中須賀克幸1分59秒716、2番手はゼッケン15番渡辺和樹2分00秒239、3番手はゼッケン6番の亀井雄大2分00秒409、4番手はゼッケン2番浜原総道2分00秒631、5番手はゼッケン8番の岩田悟2分1秒050、6番手はゼッケン5番名古屋鉄平2分1秒222、7番手はゼッケン26番の星野智也2分1秒351、8番手はゼッケン11番関口太郎2分2秒688、9番手はゼッケン9番の柳川明2分2秒852、そして10番手にゼッケン17番黒木麗徳、ゴーシレーシングの黒木が2分2秒867でトップ10に入ってきています。岡本勇気は13番手に出てきましたね。そして11番手榎木戸育弘2分3秒089、12番手ゼッケン3番国峰拓磨2分3秒546、そして北川さんおっしゃってましたね、今ね、ゼッケン29番の岡本幸が13番手にタイムを出してきました、2分3秒584です。さあ岡本はなんとか走れる状態に、ね、そうですね、あるんですね、まあ、ピットに戻ってこれたんですかね。そうですね、戻ってきて、はい、Tカーに乗って走ってるのかな、うん、まあ、最終コーナーうん、それほど、まあ、あれですもんね、リスキーなところではないですよね。スピードは落ちてるところから加速していくところですもんね。そうですね、まあ、転倒の状況がわからないんでね、何とも言えないですけども、まあ、今走ってるってことは、まあ、大丈夫なんですよね。大丈夫ですよね。さあ岡本勇気は今13番手のタイムをマークしてきまして、これからどんどんタイムを上げてくるでしょう。2分3秒584をマークしています。いや岡本選手良かったですねこれね。いや本当ね、本当予選走れなかったら本当ブリッドもね、はい、もう本当決勝出れたとしても最後尾とかそんなんですからね。そしてタイムが上がってきてないという意味では佐久本幸介も今14番手。なんか佐久本選手いまいち乗れてないというか苦戦してますね。苦戦してますね。佐久本幸介は2分3秒631というタイムになっています。まあでも佐久本もこれからようやくアタックが始まったという感じかもしれません。ただ佐久本はそうですね、佐久本もちょっと佐久本は前半といいますかセッション前半お休みしてたんですかね、お休みといいますか待機っていう状態だったんですかね。あ、どうでしょうね、3周しかまだ走っていないという状況です。あ、そうか、3周か。岡本勇気は転倒後にピットに戻って、今アタック中ということですね。やはり転倒してたようですね。転倒してたんですね。まさかまさかの転倒でした。その岡本は8番手に上がります。いやちょうど昨日話しててね、はい、まだ JSB で転んでないって言ってたのに、今日ね、今日転ぶかみたいな、初転倒みたいな。まあ、まさかまさかの状況で転んじゃったんでしょうね、多分ね。まあまあね、そのコンディションが ねウェットで、まあ、走り出しですからね、まあ、ちょっと、まあ、タイヤも温まってない、まあ、コンディションもわからない状態でちょっとね、何かわけわからない状態で転んだのかな、うん、まあ、だから大したことはないんでしょうね、転倒も ね、 ね、うん、さあ8番手にタイムを上げてきました岡本勇気です。ただちょっと上位陣これからねアタックに入っていくんですが、そのタイムがもし上がってこなければ路面コンディションはあまりよろしくないという状況が考えられますね。まあ、レインタイヤで走るにはすごい微妙なコンディションだと思うんですよね。あ、そうですか。まあ、やっぱり、しっかり濡れてる状態かそうでないとやっぱレインタイヤ そのグリップは発揮できないですよね。タイヤがボロボロになっちゃうんですよ。そういうことですよね。さあ8番手に榎木戸育弘が上がってきました。榎木戸は2分1秒630、8番手です。そしてさらに順位を上げたのは亀井雄大は2分00秒302となっています。順位は変わらないですかね。ただベストタイムはマークしました、2分00秒302です。そして名古屋鉄平は6番手、まあ、名古屋選手は今回から復帰ということなんでね、
気合が入っているとは思うんですけども、名古屋選手はかつては JGP2 でチャンピオン取った年にはこのオートポリスでも優勝を、ね、飾ったりしてるんで、まあ、あのこのオートポリスは結構なんか好きなコースって言ってましたね。あ、そうですか。名古屋選手ね、はい、さあそしてこの後中須賀が間もなくピットアウトするという情報が入ってきました。まあ、残り15分少々、まあ、予選のタイムアタックでしょうね。そうですね。さあ今回のポールポジションは一体どのライダーか。ちょっと今この画面ではですね、画面といいますか我々見ている画面ではセカンドベストラップタイムというのがですね、把握できない状況ですので、明日のレース2のグリッドというのは公式のリザルト等をですねまたご覧いただきたいと思いますが、とりあえずはまず今日レースが行われますレース1のスターティンググリッドの参考となるベストタイムをこれからご紹介していきます。中須賀克幸はニュータイヤ、新しいレインタイヤだと思いますが、装着して出ていくということです。まあ、まさかのスリックではないですよね。レインでしょうね。レインでしょうね。まあ、やはりあのこのコンディションですからレインタイヤが結構あの減ってしまうと思うんですよね。あの摩耗してだからレインタイヤのニュータイヤを履き替えてのタイムアタックなんでしょうね。なるほど。さあこれからアタック合戦が始まっていきます。応援メッセージも来てますね。名古屋選手の復帰待ってました、頑張ってください。清成選手は復帰までまだかかるのかなという、ね、ことなんですけども、清成選手は今回も欠場ということになりますよね。そうですね。まあ、清成選手ねちょっと大怪我してるんでね、いつ復帰できるかちょっと心配ですけどね。亀井選手の調子が良さそう。まあ、本当亀井選手今年ね、まあ、去年も良かったですし、まあ、今年になってさらに、ね、良くなってる感じですよね。うん、えのきどくん頑張っというですね応援メッセージも届いております。さあえのきど選手はさっき順位をちょっと上げましたよね。9番手というタイムになっています。そして10番手に黒木玲徳、合志レーシングです。熊本にあります合志技研の、ねはい、社内チームでありますけども、まあ、いわゆる地元チーム地元ライダーですね。地元なんですね、はい、そう思うと本当九州のライダーってなんか意外に多いですよね。そうですよね。中須賀克幸でしょ、うん、あとは上位陣でいきますと佐久本もそうでしょ。そうですね。佐久本選手もそうですね。柳川明でしょ、はい、あと小玉雄太、小玉雄太、はい、宮崎ですね。そう実は九州のライダーってね強いライダーが結構多いんですよ ね。なんか意外に多いんですよね九州ね。うん、中須賀選手頑張って、亀井くん頑張れというねメッセージも届いています。みよこちゃん、そして F 少佐さん、ありがとうございます。応援メッセージどんどん待ってます。中須賀選手、まあ、北九州なんで本当地元、うん、応援団がすごいんですよねこのオートポリスね。すごい数の応援団来ますからね、親戚一同で応援に来ますからね、気合入りますよ ね、やっぱねこのオートポリスはね。はい、なんとか柳川選手トップ10にあたりに、ね、来ると、ね盛り上がるんですけどもね、特に3列目あたりに並ぶとね相当盛り上がりますが、さあ中須賀克幸1分59秒716というタイムをこの後更新してくるかどうかという、そんなところも気になってきます。ただどうでしょうね、まだ新しいレインタイヤに変えてから走り出しの周回なんですが、今はプラス表示ということになっています。トップ10の中では、タイムを上げてきそうなライダーっていうのがちょっといませんね。まあ、周回して、まあ、残りの、まあ、5分とか、うん、そのあたりからちょっとタイム更新していくのかな。おっと星野智也がなんとここで一気にタイムを上げてきました。2分00秒370。さすが雨の星、雨の星来ますね。すごいですね。ウエスト路面だと、はい、なんでこんなにウエスト路面って強いんですか星野さんは。なんでしょうね、なんか、はい、雨でそのなんていうかな、自分のテンション上がるんですかね。そうなんですか。よっしゃみたいなね。まあ、かつてはね、タイヤがね、ピレリタイヤを使ってて、ね、ピレリのレインだったりとか、微妙なコンディションでピレリのね、タイヤをうまく作用して、作用してで、ね、上位に来るっていうのはあったりしたんですが、なんと、現在はね、ダンロップタイヤですよね、このチームのね。
やっぱ雨を得意としてるから、まあ、あのチャンスと思って頑張るんじゃないですかね。さあトネ RT シンクエッジ 4413BMW、 今回は BMWS1000RR で登録されていますけど、まあ、ちょっと走り慣れているバイクっていうのもあったりするんですかね。そうかもしれないですよね。はい、4番手というタイムをマークしてきました。さあ亀井は今ピットに戻ります。渡辺和樹は現在ベストラップをマーク、2分00秒169、まだ2分を切れていません。さあこれからどうタイムが上がってきます。岡本勇気もいいタイムできています。マイナス表示、岡本勇気が 0.1 秒を削ってきている。さあ岡本がトップ3あたりに入ってくるかどうか。現在の岡本のタイムは2分00秒415なんですが、その岡本この後セクター3最終セクションに入ってきます。先ほどは転倒がありましたけども、その岡本で、転倒がありましたがどうでしょうか。この後タイムが出てきます。上りの区間から最終コーナーに向かっているというそんな状況だと思います。岡本勇気、さあその岡本勇気のタイムが上がってくるかどうか、まだタイムが表示されてきません。岡本が上がってくるかどうかというのが注目。そして浜原ソードも来ている。さあ岡本なんと2番手だ。岡本は1分59秒490、2番手です。なんとヤマハワンツー状態に持ってきました。しかも中須賀と1000分の3秒差。おー、いいですね。いやー、そして渡辺和樹がトップ、そして中須賀がそれを塗り替える。1分59秒011。いやー、来てますね。アタック合戦が始まりました。そうですね、残り10分切ったあたりから来てますね。はい、タイムが上がり始めました。そんな中で中須賀克幸が1分59秒011渡辺和樹を約 0.2 秒引き離すというタイムになっています。3番手が岡本、そして4番手が浜原、そして5番手が亀井、そして6番手に星野、7番手に榎戸、8番手に岩田、そして9番手に名越、10番手に黒木というオーダーになっています。さあ中須賀克幸はさらにタイムを削ってますね。セクター1でも区間タイムが20秒168というタイムをマークしてきました。中須賀克幸ペースアップしてますね。してますね。さあこのウェットコンディションの中でもやはり強さを見せます中須賀克幸であります。ただ岡本勇気もこれウェットではかなり戦えるような感じのタイムには来てますよね。そうですね、まあ、あの転倒があった中ね、この順位に来てますからね、いやメンタル強いですね、本当ね。いやガッツありますね、あのライダーね、本当ね。そうですか、もう北川さんもね最近は太鼓判をしているそんな感じですが、はい、おっとなんとここでね一つ面白い情報が入ってきました。なんと亀井雄大がスリックタイヤ、おっと亀井雄大さっきピットに入ってましたよね、確かにね、スリックタイヤで出てったということです。これは面白いですね。おいおいおい、これでコンディション次第ではもしかするといや一気にタイムアップできる。でもこの残り8分でスリックタイヤ履くとですね、はい、タイム上げるの結構時間かかるんですよ。それは路面が冷えてるからとかそういう、路面が、まあ、ハーフウェットじゃないですか、そのコンディションになれるのに時間かかるから、その、まあ、残り15分ぐらいあれば全然いいと思うんですけど、はい、8分でタイム上げていけるかどうかですよね、はい。さあ、その辺はライダーの頑張り次第だと思うんですけどね。中須賀がなんと1秒以上削ってきました。1分57秒884。中須賀が圧倒的なタイムです。1分57秒884です。これちょっと2番手以降を1秒にも引き離すタイムになっています。中須賀がとんでもないタイムをマークしてきました。さあ、ただ亀井雄大がスリックを履いているというこの情報も非常に気になります。一人だけスリックですか。やりますね。勝負に出ましたね、ホンダ鈴鹿レーシングチーム。結構なんか見てるとね、濡れてるような印象があるんで、スリックタイヤでどこまでいけるのかな。はい、中須賀の去年のポールタイムからしますと約9秒今トップタイム離れているという状況なんですけども、どうでしょう、まあ、大体ね、あのどのサーキットでも10秒ぐらいっていうのが、ね、そうですね、10秒ぐらい、あのレインの、まあ、境目だなんていうふうに言われますが、今現地からの情報によりますと、もう雨は上がって、天気は晴れつつあるということです。まあ、残り7分でどうだろう、スリックタイヤいけるのかな、まあ、ラップタイム、ね、何秒ぐらいで帰ってくるかですよ ね、 そうですね。亀井雄大は現在コースインのインラップ中、現在は7番手のタイムになっています。
さあ中洲がさらにタイムを削っています。セクター2ではまた区間最速をマークしてきました。先ほどのセクター2のタイムよりもですね1000分の2秒早いタイムをマークしています。現在は自分自身のベストタイムと全く同じペースで、周回を行っているというですね表示になっています。ベストタイムは1分57秒884です。ちょっとコース後半区間は、混み合ってるかな、クリアラップが取れるかなという感じなんですけども、長坂克幸、雨でも圧倒的です。おっと岡本勇輝が、岡本勇輝は最高速288キロを記録しながら、あ、これ中須賀と渡辺和樹一緒に走ってるって感じですね。お、はい、同時に、ね、そうですね、テールトゥーノーズになりながらこれ1コーナー入っていくの、この2台ですね。どうなんでしょうね、渡辺和樹を抜いたのかどうなのか。いや、渡辺が前じゃないです か, ですか、はい、渡辺和樹が前ですね。渡辺になんとテールトゥーノーズでこれ予選走っているということになります。追いついたって感じですね多分ね。じゃあこれで中須が前出ると、まあ、和樹は後ろついていけますからね。あ、まあ、そっか、前出たくないのかもしれませんねこれ。あ、そうですね、出ないかもしれないですよね。1秒以上離してますからね、1秒以上離したってことは多分追いついたってことですよ ね, そうですね、この辺ね。さあ上位陣でピットに入るライダーっていうのは今のところ残り5分いませんね。星野智也はピットに入ってますので、ちょっと、あ、今、あ、出てったか、今出てったんで、これはちょっとまたタイヤ変えてる可能性っていうのも考えられます。榎戸が今ピットイン、さあそして亀井がそろそろアタックに入っていくんですが、ちょっと、あ、星野やっぱりスリックですね、星野スリックという情報です。ここでスリックですか、はい、駆けに出ました。もしかするとフロントロー、そう思うと亀井選手なんかはラスト最後にタイムアップ可能性ありますよね。はい、亀井選手何秒だ今、亀井雄大はそうですね、まだウォームアップって感じですよねこれね。2分2秒、2分2秒なんで、はい、あ、これ最後にタイム出せるかもしれないですね。あ、そうですか、この今残り4分あるんで、うん、あと2周2ラップはでき、3ラップできたら、そうですね、タイムこれ更新できるんじゃないかな。おっとセクター1は、セクター1は中須賀から 0.1 分の50秒落ちというタイムです亀井雄大。あ、ちょっとこれ亀井選手来ますね。いや、これはスリックが正解なのかどうなのか。セクター1はちょっと短い区間なんですけどもね、1000分の50秒差しかありません、中須賀に対して。さあ少なくともフロントローには来るペースです。このまま行くと、はい、亀井選手来ますね。来ますか、まだあと2周はできるわけですよ ね, ですよね。アタックに今2周目です。そしてさらに2周いけると、うわー、もうドア、セクター2に関しては 0.6 秒、ビハインドということになっています。ベストから 0.6 秒ビハインド。ちょっとやっぱりコーナーによっては慎重に行かざるを得ないところもあったりするんでしょうね、きっと ね、まあ、ね、やっぱちょっと探り持って出ないといけないんで、まあ、周回すればするほどね、そのコンディションもつかみやすくなって、攻めれると思うんですよ、はい、タイヤのグリップの相談しながらタイムアップしていくんで、まあ、周回するごとにタイムはどんどん上がりますからね、はい、さあトップタイムからは今 0.6 秒差というタイム差になっています。さあその最終セクションで、タイムを上げられるのかどうなのかというところ、気になりますね。そうですね、まあ、前半区間後半区間でその路面の、ね、状況も違うでしょうからね。さあ先ほどピットに入っていた榎戸もスリックに変えています。そして浜原も今ピットに入ったんですが、どうかな、間に合うかな、アタック。さあ亀井雄大2番手タイムだ、1分58秒268、ね、これ、まあ、亀井選手正解ですかね。はい、トップからは 0.3 秒差です。中須賀はウェットタイヤで走り続けているということになっていますので、これはもしかすると、まあ、残りまだ2周回れますからね。そうですよね、亀井選手ね、はい、大逆転の可能性が出てきました。そうですね、もうセクターはもうトップタイムですよね。そうですよね、うん、さあ中須賀は今シーズン4戦連続のポールポジションを獲得しているわけなんですけども、ついにその連続ポール記録にですね、土がつくのかどうなのか。うわー、セクター1は赤い表示、なんと中須賀を 0.3 秒上回ってきました。セクター1、いや、圧倒的に速いですね、やっぱりスリックなんですね。
スリックに最後はゲームチェンジャーになりました。亀井雄大、さああとはちゃんと決められるか。いやちょっと待ってくださいよ、ここで中須賀も自分のベストを削っている。そしてただ、今スリックを履いている亀井雄大は中須賀からセクター2は遅れることを1/1000秒。ただ中須賀上回るタイムでセクター2までクリアしています。さあこれは来た、これは来ました。そしてスリックを履いているのはあとはエノキド、そして星野なんですけども、星野はこれからアタックという感じですかね。まだウォームアップをしているという状況なんですけども、星野もこの後今8番手ですが順位を上げてくる可能性があります。さあ亀井のタイム、このラップはどうか、トップタイムに一気に来るかどうなのか。おそらくもう最終セクションに入っていると思います亀井雄大。さあその亀井が間もなく戻ってくる。亀井雄大のタイムはどうだ。ゼッケン6番亀井来た、トップタイム1分56秒813、1分56秒813、亀井がトップタイムです。スリックタイヤの亀井雄大、さあこれでポールポジション獲得ということになるんでしょうか、どうなんでしょうか。もう一周タイムアタックできますからね、さらにね、いけますよね、タイムアップ できますよね。はい、残り30秒です。残り30秒でチェッカーフラッグということになっていきますので、亀井雄大はこれがラスト。いやーでもちょっとコースが混み合っている、クリアラップが取れないか。あこの日立アステモコーナーのあたりも相当混み合っていましたんで、ちょっとこれはクリアラップが取れないかな。ただ他にタイムが出てきそうなライダーっていうのがあまりいない状況ですので、これはおっと亀井選手ポールポジションですか。はい、決まる可能性がありますね。今チェッカーフラッグが出されています。チェッカーフラッグが出されました。45分間の公式予選、ウェットコンディションから始まり、それが最終的にはスリックタイヤで勝負に出た亀井雄大がタイムを削ってくるという状況になりました。さああの混み合っている状況の中でもですね、亀井雄大はなんとセクター2区間ベストタイムをマークしてきています。さあやはりスリックタイヤが正解だったということなんでしょうか。ホンダ鈴鹿レーシングチーム、そのチームのですね母体はホンダ県鈴鹿製作所の会社員で作られる、いわゆる社内クラブチームです。いわゆるクラブ活動ですよ。そのクラブ活動のチームがついに全日本ロードレース選手権最高峰クラス JSB 戦でポールポジションを獲得しような、そんな勢いで今亀井雄大はチェッカーフラッグが待ち受けるコントロールラインへと向かっています。さあその亀井、さらにタイムを削っていますけども、どうでしょうか。コントロールラインを通過、タイムを削った、1分55秒665、文句なしのポールポジション獲得です。なんとなんとすごい、これはあっぱれ。いや見事でしたね。いやこれはすごいですね。まあ、あのスリックに変えるタイミングも良かったんでしょうね。さあこれ1分56秒と55秒を出してますので、さっき56秒だったじゃないですか、はい、っていうことはこれは明日のレース2もポールポジションからスタートする可能性が高いですね。レース1、レース2ともポールポジションでスタートですか。いやこれはすごい。もちろん亀井選手初ポールですね。もちろんです、もちろん初ポールです、ですよね、はい、亀井雄大は表彰台には上がったことありますけど、まだ優勝もありません。おお、そしてなんと津田和馬がこれスリックに出たか、1分58秒125、3番手なんとフロントローです。来ましたね、これはすごい。まだゲームチェンジャーはいるのか。今チェッカーフラッグをみんな受けたかな。はい、なんと最後に津田和馬ノーマークのところから一気に3番手に上がりましたね。フロントローにやってまいりました。これもすごい。おっと亀井選手がポールで中須賀、津田和馬ですか。はい、フロントロー、ちょっとすごいフロントローになりましたね。いやいやいや、さあ津田和馬はこれ一発だけ出したっていう感じかもしれませんので、ちょっとあれですよね、多分明日のレース2は、そっかそっか、はい、レース1とレース2でポジションかなり違うかもしれないです ね。1周だけですもんね、はい、3番手のタイムね、はい、さあなんと亀井雄大が見事ポールポジションを獲得ということになりました。レース1レース2おそらく両方ともポールポジションということになりますね。皆さんにお伝えしたいんですけども、実は今回
ホンダ鈴鹿レーシングチームは、これ社内クラブチームじゃないですか、はいはい、みんなホンダ意見鈴鹿製作所の社員なんですよね、なんかお仕事のスケジュールが相当忙しいらしく、はい、今回オートポリスに来ているのは亀井選手とメカニック2人だけ。3人で、はい、3人だけで来てるの。たったの3人体制で今回マジですか、やっているそうです。そのチームがなんと全日本最高峰クラスでポールポジション。これは大いなる拍手を送っていただきたいと思います。いやそれはすごい、コストパフォーマンス高いですね。本当ですごいですね、これはやばいですよ。マジですか、3人で九州まで遠征に来てる、はいはい、それでポールポジションですか、すごいな。その情報を、ね、知った時は僕もね、転倒とかがあったら大変だろうなってね、本当ね思ってたんですけども、もうそれどころかそうじゃなくて、なんと3人でポールポジションを取ったという。素晴らしい、すごいすごいですね。これは亀井雄大が、見事ポールポジションということになりました。さあそれでは、タイムをご紹介してまいりましょう。ちょっと表示の方ではですね、5番手までしかタイムが出ていないと思いますが、読み上げで紹介していきたいと思います。見事ポールポジションを獲得しましたのはゼッケン6番亀井雄大、もちろん初ポールです。1分55秒665。そして2番手にはゼッケン1番の中須賀克幸、1分57秒884。3番手は津田一馬、1分58秒125。この津田一馬もよく頑張りましたね。そうですね、スリックタイヤだと思われます、そして4番手はゼッケン15番の渡辺和樹、1分58秒383。5番手はゼッケン29番の岡本勇気、1分59秒254。6番手はゼッケン2番の浜原総道、1分59秒551。7番手はゼッケン5番の名古屋鉄平、2分00秒084。8番手はゼッケン28番の榎木戸育弘、2分00秒273。9番手はゼッケン26番の星野智也、2分00秒370。10番手はゼッケン8番の岩田悟、チーム ATJ、2分00秒589。11番手はゼッケン25番、地元のライダーです、田尻優斗、2分00秒900。そして、12番手はゼッケン3番、国峰拓磨、2分1秒013。13番手がゼッケン11番の関口太郎、2分1秒621。14番手ゼッケン27番、佐久本康介、2分1秒694。15番手ゼッケン17番の黒木玲徳、2分1秒891。16番手ゼッケン9番、柳川明、2分2秒852。17番手ゼッケン12番、小玉優太、2分3秒148。18番手ゼッケン56、阿部舞希、2分3秒850。19番手ゼッケン30番、樋口康太、2分3秒902。20番手にゼッケン16番、中富真一、2分4秒217。21番手には、国川博道、そして22番手には武田雄一、23番手吉田光弘、24番手今野義弘、25番手鈴木隆、25番手までしかちょっとごめんなさい、タイミングモニターで表示することができておりませんので、お伝えさせていただきます。ということでオートポリススーパー 2&4 レース2022JSB 1000クラス、見事ポールポジションは亀井雄大選手でした。おめでとうございます。いや北川さん、はい、もうこの雨からドライになる、ね、ならではな感じの、ね、ドラマがありました。本当そうですね、まあ、本当亀井選手の作戦勝ちって言ったところじゃないですかね、はい、まあまあ、圧倒的に、ね、中須賀選手が速さを見せてた中ですね、まさかの、ね、亀井選手スリックタイヤでやりましたね、はい、作戦勝ちですね。いや本当おめでたい。そんなスズレーにとってもおそらく最高峰クラスでポールポジションって、ね、多分ないんじゃないかな。60年の歴史の中でもしかしたら初めてかもしれません ね、 ね、多分ね、記録上いやないでしょう。大昔はねもしかしたらあったかもしれませんけど、もういやすごい、ね、すごいことです。最高峰クラスですからね。さあということで、決勝レースが楽しみなんですが、はい、まあちょっとオートポリスこういうコンディションですので、まあ、晴れてくるのかまた雨が来るのかどうなんでしょうね、分かんないですけど、決勝レースのちょっと見どころといいますか、はい、北川さんなりの予想をさせていただけますか。そうですね、まあやはり、ね、中須賀選手がね、まあ、昨日の練習から話聞いてると、まあ、ちょっと圧倒的な速さを感じるんですけども、うん、まあ、あと渡辺和樹選手がねちょっと怪我の状態がねちょっと心配なんですけども、うん、まあ、それをもろともせずですね決勝期待したいと思うんですけども、うん、また亀井選手ね今回ポールポジションを取ってですね、はい、まあ、作戦勝ちではあるんですけども、まあ、昨日の練習走行でも好タイムで2番手のタイム、うん、で菅生の
テストでも2番手のタイムとねかなり調子上げてきているんで、亀井選手にも期待したいですよね。そうですね、まあ、あと岡本勇気選手もね、ここのところ、まあ、テストでも調子よくなってるんで、このね、頑張り期待したいですね、はいはい、さっきも転倒がありましたけども、その転倒を乗り越えて5番手というタイムをマークいたしました。さあということで、午後の配信はですね、またあの別のこのライブ放送ということになります。元バトルライブの決勝のね、決勝何時からですよっていうですね、案内があると思いますので、そちらのですね配信でぜひとも決勝レースをお楽しみください。今日のレース1、午後の放送はですね13時15分からの放送を予定しております。ぜひこちらの方のね、別チャンネルの方、別のライブ放送の方で、お楽しみください。それではまた決勝レースでお会いしたいと思います。ここまでは実況辻野博、そして解説北川圭一さんでお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。この後はたくさんのバイク情報などをお届けしていきますので、そちらもお楽しみください。
MotoGP からのね、まあもうレーサーレプリカといったそんな印象ですよね。で、あの見ていただいたらですね、本当ねフルカウルでですね、あのかなりスラントしていてですね、まああの空気抵抗をかなり意識しているようなそんな感じの、スタイルになっております。実際にねサーキットでね、走行してもですね、あのかなり、前面投影面積も少なくてですね、空気抵抗を意識したそんなスタイルですね。ミラーなんかもねかなり空気抵抗を意識してますよね。こんな感じでですねレーシーなイメージがあると思います。でこのバイク出た時にですね、僕も本当嬉しかったんですよ。今までスズキでね小さい排気量のスポーツバイクはなかったんで本当嬉しくてですね、この出た当初からですねサーキットですねレースで走ったりとかねいろんな使い方してますんで、このバイクのことは、かなり詳しいので任せてください。はい、装備の方なんですけども、まあね、ライトの方は縦型の2灯のですね LED ライトがついておりますね。でテールランプもですね LED となっております。メーターパネルはですね液晶のデジタルメーターとなっております。はい、またがった時のねポジションなんですけども、ハンドルポジション、まあそんなにめちゃくちゃあのレーシーなポジションではないですけども、まあまあ前傾な感じのポジションでして、街中なんかでも乗りやすいポジションになってますね。でまあ足つきはもう非常にまあ楽にね足つき余裕でつきますから、まあ、本当は扱いやすいそういった印象ですかね。まあ、あの今日ですね、ナスサーキットで実際このドノーマルの状態で走るのは初めてなんですよね。でその時に、走った印象としてですね、まあ、車体もね125ですので本当軽いなっていう感じでですね、コーナリングする時にあのハンドリングが軽いんですよ。ミニバイクコースで走ってもね、攻めていってもですねコーナーでの安定感出ていますし、でも警戒感もありますから、サーキットでもキビキビと走れますし、まあ、やはり軽いっていうのが、非常に乗りやすいかなっていう。あとリンク式のモノショックサスペンションによってですねバランスが取れておりまして、コーナーでね、かなり G がかかるところでも安定感がありますし、あの旋回性も良かったですね。ミニバイクレースで走るオートバイって今まで主流が12インチ の, あのバイクがほとんどなんですけども、この GSXR125 になったことで17インチ の, このフルサイズでですねミニバイクサーキットを楽しめる、そんな感じ で, です面白いですね。で、まあ、エンジンはですねシングルの DOHC のエンジンとなっておりまして、まあ、エンジンの吹き上がり自体は低速からまあ割とスムーズにね、1万3000ぐらいまで回るようなそんなエンジン特性となっておりまして、この排気量にしてはかなり、パワフルなエンジンとなっております。サーキットね、このナスサーキットですと割とコースが大きめにこの125だったら感じましたね。ちょっとね思ったのはですね、ブレーキがねちょっと効きがねサーキットだと物足りないなっていう印象がありまして、まあ、街中走ってるとですね、まあ、そんなにもそのブレーキに対しては問題ないんですけどもね、それ以外にですねそのサーキットミニバイクコースなんかで走った印象なんですけども、まあ、かなり攻めていってもですねサーキットでもこんなに走れるのっていうぐらいの印象がある、まあ、GSXR の名前にふさわしいそんな、バイクに仕上がっております。この GSXR125 なんですけども、まあ、17インチでですね、まあ、125cc でこれだけねもう GSXR でもう、ね、レーサーレプリカってこう、ね、格好はそうなんですけども誰にでも乗りやすい、まあ、本当免許取り立ての、ね、学生の方とかでねバイクスタートする方とかそういった方にですね優しい乗り物だと思いますので、まあ、本当初心者の方またねちょっとミニバイクレースもやってみたいなっていうそういった方に、おすすめしたいなと思いますね。まずロードスマート4ですけども、走り始めてすぐねめっちゃ乗り心地いいな、めっちゃ楽しいなっていう感じがまずしましたね。まあ、そもそもロードスマートっていうタイヤ自体がその疲れないタイヤっていうのがまあ、コンセプトにあって、まあ、前作も3もすごくその辺は研究されて、まあ、製品化されているタイヤで、石畳のとことかいろいろ走って本当に吸収力あるなっていう
印象は受けたんですけど、それがねもっとその性能が上がってますよね。おまけに今回の、スマート4に関しては振動として、まあ、腕に来ない、まあ、台座に来ないので、まあ、それが疲れにくいと。でそれとプラスですね、もう一つ大きいのが音なんですよね。直接はそんな聞こえてこないんだけど、やっぱり振動っていうのは、まあ、音としてこう体に伝わってくるので、まあ、それがすごく減ってる。で長距離走れば走るほどですね、そういうのって、まあ、ボディーブローみたいに効いてくるので、まあ、それが軽減されたことによって確実にワンステップ上がってるというか進化してるなというふうに思いました。まずそのまずグリップすると安心やなっていう。でそれでまあ、だから倒していくことに関してももう最初から不安がないんですよね。だから自信を持ってこうピュッと入っていった時にこう倒し込みからねこうスッて 寝ていくとこがね、タイヤはしっかり路面を捕まえてる。だけどその寝ていく過程でスッてこうスムーズにこうスーッてこうタイヤバイク寝ていくんで軽快なんですよね。でフロントはスーッと入っていくし、ちゃんとリアの存在感もあってっていう、こうバイクはこうクリンクリンこう旋回するようなそういうような印象をまず受けましたね。まあ、タイヤっていろんなその成分が入ってる、まあ、でこう作られてるわけですけども、雨性能がすごくいいんですよね。まあ、パターンもですねすごくはっきりその溝がこう見えるんでですね、まあ、視覚的にも雨の日もこれ大丈夫やなっていう印象がすごくあって、ツーリング、ね、距離走ったりとか長時間走ってるとコンディション変わったりとか特に雨が降ってきたりとかするんですけども、まあ、そういう時も緊張しないで済むので、まあ、それも精神的にはすごくプラスというか楽になるなというふうに思いました。まあ、実は私は今年の夏に、まあ、いろんなメーカーのタイヤを集めて試乗したんですけど、まあ、その中にロードスポーツ系っていうんですかね、ちょっと走り屋さん向けのタイヤがあって、そのタイヤがすごく印象良かったんですけど、そのタイヤにねこうぶっけてってもね負けないっていうか、だからそのツーリングタイヤって一応言ってるんですけど、すごくこうスポーツ側にこう振ってきた、まあ、寄せてきたなっていうか、もうそっち側 の領域までこう守備範囲に入れてきてるので、まあ、ツーリングプラスライディング、スポーツライディングをしたい方にもおすすめのタイヤだと思います。
2021年の JSB 1000クラスが今スタート。まず最初に飛び出したのはゼッケンに清成隆一、ホールショットを奪っていきます。オープニングラップ、早くもトップ争いが激しくなります。 S 字コーナーの進入でゼッケン11、亀井が2番手、ゼッケン3、浜原が3番手にポジションを上げ、ゼッケン7、中須賀は4位に交代します。そして5番手にはゼッケン14、渡辺和樹というオーダーに。2周目先行逃げ切りを図りたい清成、その動きを見た中須賀がすかさず仕掛けます。浜原、亀井をかわし2番手にポジションアップ。さらには5番手の渡辺和樹も浜原をパスして4番手に。レース序盤から熾烈なバトルが展開されます。トップ2がペースを上げる中、その後方で渡辺和樹が亀井を捉え3番手にポジションを上げます。これが少し強引なパッシングとなり、この間にトップ2との差が拡大することとなります。レース8周目、中須賀が清成をロックオン、プレッシャーを与えます。そしてヘアピンの進入で清成のインに飛び込み、トップに躍り出ます。2番手に交代した清成でしたが、中須賀のスリップストリームを使い90度コーナーで中須賀の前へ、すぐさまトップを奪い返します。その後もこの2台によるトップ争いは膠着状態が続き、レース後半になってもこの距離感でバトルを繰り広げます。そんな中、17周目の1コーナーで清成がはらんだ隙に中須賀がトップを奪います。トップに立ちペースを上げた中須賀、2位の清成はこのペースについていくことができず、徐々にその差が拡大、中須賀は独走態勢となります。その後もハイペースを維持した中須賀がトップチェッカー、今シーズンの開幕戦を制しました。結果はご覧の通り、2位清成、3位には渡辺和樹が入りました。翌日に行われたレース2、スタート直前に雨がパラつき始めたが、ウェット宣言はなく予定通り23周でレースがスタート。いいスタートを切ったのはレース1と同じくゼッケン2をつける清成隆一、そのままホールショットを奪っていきます。そしてスタートして間もなく雨足が強くなり、コーナーポストでレッドクロスのフラッグが振られます。そんな中、渡辺和樹が清成をかわしトップに浮上。その後も積極的にペースを上げ、後続を引き離しにかかります。2番手中須賀、3番手清成、4番手加賀山、5番手岩田というオーダーに。トップを快走する渡辺を逃すまいと中須賀がしっかりマーク。その後ろでは亀井が岩田をかわし5番手に浮上。その後も亀井は S 字コーナーの進入で加賀山を捉え4番手にポジションアップ。さらにペースのいい亀井はダウンヒルストレートで清成をかわし3番手に浮上。このままいけば JSP 戦初表彰台となります。
エース中盤となる13周目、2位の中菅がトップの渡辺に対し徐々にプレッシャーを与え始めます。そしてヘアピンの進入で一気に距離を縮め、2台横並びでダウンヒルストレートに入ります。しかしその2台のスリップストリームをもらった亀井が2台をごぼう抜きかと思われたのですが、ここは止まりきれずクロスライン、順位に変動はありません。レース16周目、渡辺がペースを上げる中、それに対応したのは中菅。3位の亀井はついていけず、さらに清成がマシントラブルでペースダウン、トップ争いから脱落します。レース後半になり、2番手の中菅は渡辺の隙を狙います。その中菅がヘアピンで仕掛けていったのですが、立ち上がりでラインが交錯し2台が接触、あわやという場面に。ここで清成がピットイン、悔しいリタイアとなります。18周目、ヘアピンで再び中菅が仕掛けていきます。少しインを開けてしまった渡辺の隙をつき、ついに中菅がトップに躍り出ます。その後中菅がラストスパートに入り、2台の差は徐々に拡大。このまま中菅、渡辺、亀井の順でレースが終わるかと思われたのですが、なんと亀井がスローダウン、マシンを止めてしまいリタイア。 JSB 戦初表彰台は幻となります。そしてレース残りわずかとなったところで雨が強くなり、コーナーポストではレッドクロスが振られます。トップ2が22周目に入ったところでライダーがレース中断をアピール。その後赤旗が提示され、20周終了時点での順位でレースが成立。これにより優勝を飾ったのは中菅、2位渡辺、そしてゼッケン3、浜原が3位、表彰台の残り1枠を獲得しました。ポイントランキング、2連勝を飾った中菅が大きくリードすることになりました。JSB 1000クラス14周の決勝レース1が今スタート。いいスタートを切ったのはゼッケン2、アステモホンダドリーム SI レーシングの清成隆一、その後ろにはゼッケン6、岩田悟、ゼッケン7、中菅が続きます。オープニングラップ、トップ3が早くも抜け出し、4番手以降に大きく差をつけ始めます。しかしそのトップ3を逃すまいと、ゼッケン3、浜原騒動がその差を詰めていきます。オープニングラップはそのまま清成が制し、その後ろでは中菅が岩田をロックオン。勢いそのままにホームストレートで岩田をかわし、2番手にポジションを上げます。レース2周目のバックストレート、ゼッケン3、浜原が岩田をかわし3番手にポジションがアップ。3周目、立体交差を抜けたところで複数台が絡む多重クラッシュが発生。このアクシデントによりセーフティーカーが導入されます。そしてセーフティーカーが入ったことにより各ライダーの差がなくなり、レースは振り出しに。セーフティーカーが長引く中、各ライダータイヤに熱を入れるなど、リスタートに向け準備を行います。8周目に入るところでいよいよリスタート。このリスタートのタイミングで清成がいち早くアクセル全開。中菅、岩田、加賀山が続き、このリスタートをうまく利用して加賀山が岩田に並びかけます。そして1コーナーの進入で岩田を捉え、加賀山が3番手に浮上したかと思われたのですが、ここはクロスライン、岩田も意地を見せます。しかし続く S 字で再び加賀山が岩田のインに飛び込み、加賀山3番手に浮上。
そんな中、最終コーナーでゼッケン25、JSB ルーキーの名越が転倒、リタイアとなります。そして予選3番手の浜原もマシントラブルによりピットにマシンを戻します。こちらはトップ争い。清成の背後には予選トップ開幕2連勝と波に乗る中須賀、さらにはゼッケン10をつける加賀山、ゼッケン6岩田が迫ります。そしてダンロップコーナーでは中須賀が清成に並びかけますが、ここは清成が抑えます。しかし中須賀は清成を完全にロックオン。その後もプレッシャーを与えます。9周目の最終コーナー、この立ち上がりで中須賀が仕掛けます。清成のスリップストリームを使い一気に加速、サイドバイサイドのバトルに。そして先に1コーナーへ飛び込んだのは中須賀。レース10周目、ついにトップが入れ替わります。トップに立った中須賀は一気にペースアップ、パステストラップを更新する走りを見せ、2番手以降をじりじりと引き離し独走体制を築いていきます。レースは残りわずかとなったところで表彰台をかけた3番手争いが勃発。一度はペースを落とした岩田でしたが、再び加賀山との距離を詰め始めます。そしてヘアピンのブレーキングで一気に追いつき、テールトゥーノーズとなります。予選4番手と今大会好調の岩田が加賀山を追い詰めます。そして2台同時にファイナルラップへ。表彰台を獲得するのはゼッケン10加賀山か、ゼッケン6岩田か。お互いギリギリの戦い、熾烈なバトルが展開します。そんな中、安定したペースでトップを独走するのはゼッケン7ヤマハファクトリーレーシングチーム中須賀克行。2番手以降に3秒以上の差をつけ、今季3勝目のチェッカーを受けました。2位清成、表彰台をかけた3番手争いは加賀山が制しました。そして4位には亀井が入り、なんと岩田は 130R で転倒、リタイアとなりました。結果はご覧の通り、3位でゴールした加賀山は自らが持つ表彰台最年長記録を更新しました。JSB 1000クラス16周の決勝レース2が今スタート。抜群のスタートダッシュを見せたのはレース1と同様清成隆一。そのままホールショットを奪っていきます。そして2番手に上がってきたのがゼッケン3浜原騒動、さらにゼッケン6岩田悟が3番手にポジションを上げ、ボールポジションスタートの中須賀が少し順位を落とします。しかしバックストレッチで岩田に並びかけ 130R で3番手を奪います。レース序盤、清成、浜原、中須賀のトップ3が形成されていたのですが、その後方からゼッケン11亀井がその差を徐々に詰めていきます。3周目のホームストレート、中須賀が浜原に仕掛けていこうかというところでしたが、ここは浜原が守ります。その後も中須賀はトップ2台の動きをしっかりと分析、その隙を伺います。迎えた4周目のホームストレート、ゼッケン7中須賀がしっかりと車速を乗せ浜原を捉えて2位にポジションアップ。
2番手にポジションを上げたヤマハファクトリーレーシングチーム中須賀は前を行く清成のテールをピタリとマーク、プレッシャーを与えます。6周目、4番手を走るゼッケン11亀井が清成、中須賀、浜原の背後に迫り、トップグループは4台ワンパックとなります。そして1コーナー、追い風の影響もあり浜原がオーバーラン、その隙に亀井が3番手にポジションを上げます。浜原はコースには復帰したもののトップ争いとの差が開き苦しい展開に。レース中盤、清成と中須賀がペースアップ。この2台が2分7秒前半で周回を重ねる中、3番手の亀井は2分7秒後半で周回、その差が徐々に開き始め、トップ争いは2台に絞られます。レース10周目、トップの2台ゼッケンに清成隆一とゼッケン7中須賀克行の接近戦が続きます。12周目の最終コーナー、中須賀が車速を乗せます。そして清成に並びかけサイドバイサイドのまま1コーナーへ。先に1コーナーに飛び込んだのは清成隆一、しかしフリッピングポイントをわずかに外した清成の隙を突き、中須賀がついにトップに躍り出ます。トップに立った中須賀はその後パステストラップを更新する走りを見せ、2番手以降を引き離します。そして3番手には亀井雄大、このままいけば JSB 戦初表彰台となります。そんな中、トップの中須賀は独走状態でファイナルラップへと入ります。風が強く難しいコンディションの中、安定した走りを見せたヤマハファクトリーレーシングチーム中須賀克行。レース1に続くダブルウィン、さらに開幕戦から続く4連勝をマークしました。2番手、清成隆一。そして3位でチェッカーフラッグを受けたホンダ鈴鹿レーシングチーム亀井雄大が JSB 戦初表彰台を獲得しました。結果はご覧の通りとなっています。ポイントランキング、開幕4連勝を飾った中須賀が40ポイントとリードを拡大しています。JSB 1000クラス25周の決勝レース2がスタート。スタートダッシュを見せたのはゼッケン7ヤマハファクトリーの中須賀克行、そのままホールショットを奪っていきます。そして中須賀の後ろ、2番手にポジションを上げてきたのがゼッケン18秋吉康介、そして清成も3番手にポジションを上げてきます。オープニングラップ、早くもアクシデントが発生。なんと2番グリッドからスタートのゼッケン15津田和馬が3コーナーで転倒、レースリタイアとなります。このアクシデントによりセーフティーカーラン、レースは振り出しに。そして4周目にレースが再開、前回の鈴鹿同様、このタイミングで清成がスイッチオン、 10% 勾配で車速を乗せていきます。その清成が1コーナーの進入で中須賀を捉え、トップに躍り出ます。そしてトップ2の後ろではゼッケン11亀井雄大がゼッケン18秋吉をかわし3番手に浮上。その亀井の動きを見た浜原も最終コーナーで秋吉を捉え4番手に。レース再開後、ポジション争いが激しくなります。そして今度はゼッケン7中須賀が動きます。ホームストレートで清成に並びかけ1コーナーのブレーキング勝負、ここは清成が前で1コーナーを回ります。しかし
中須賀は前を行く清成をロックオン。その隙を伺います。迎えた6周目のホームストレート、再び中須賀が仕掛けて行き清成をパス。今度は中須賀が前で1コーナーを回ります。トップに立った中須賀はペースアップ、独走体制を築き、その後ろでは清成、亀井、浜原の3台による2番手争いが繰り広げられます。そして4コーナー、浜原が亀井のインに飛び込むのですが、ここはクロスライン、順位に変動はありません。レース10周目、清成、亀井、浜原とホンダ勢による2番手争いはこの距離感でバトルを展開。しかし馬乗せコーナーで亀井がオーバーラン。これにより浜原が3位に浮上、そして清成の背後をピタリとマークします。11周目の試験員進入、浜原が清成のインに飛び込むのですが、ここはクロスライン、清成が2番手を守ります。その後も浜原は清成をマーク。そして16周目に入ったところでは2番手浜原、3番手清成、さらにはレース後半ペースを上げた亀井がこの2台に追いつき、2番手争いは再び3台となります。やっとドアを開けました。浜原、ソード浜原。さあ、そしてペースのいい亀井が試験の進入で清成のインに飛び込み、3番手にポジションを上げます。終盤になってもトップの中須賀はハイペースを維持したまま独走状態で周回を重ねます。そして気になるのが2番手争い。今シーズン表彰台争いの常連となってきた亀井が2番手を走る浜原との距離を詰め始め、レース残りわずかとなったところで2台がテールトゥーノーズに。そしてホームストレートで浜原に並びかけ1コーナーのブレーキング勝負に出ますが、亀井は止まりきれず、ここは浜原が冷静に対応します。浜原前です。浜原前、一旦仕掛けていきました。亀井雄大仕掛けましたね。その後も2位を狙う亀井は幾度となく仕掛けていき、24周目のバックストレッチでついに浜原をかわして2番手を奪います。ゼッケン11、亀井雄大、前回の鈴鹿で JSB 戦初表彰台を獲得。このままチェッカーを受けると自身最高位の2位獲得となります。そんな中、トップゼッケン7をつけるヤマハファクトリー中須賀克行が一足先にファイナルラップへと入ります。そして三つどもえのバトルが続く2番手争いもファイナルラップへ。亀井が最後の力を振り絞りペースを上げていったのですが、なんと馬の背で転倒。これで2番手争いが決着します。トップを走る長須賀はレース終盤になってもコンスタントに1分27秒台のハイペースで周回。2番手以降におよそ10秒もの大差をつけトップチェッカー。開幕戦から続く5連勝をマークしました。結果はご覧の通り、2位浜原、3位清成、亀井は転倒から復帰、12位でレースを終えています。ポイントランキング、開幕から負けなしの5連勝を飾った中須賀がリードを拡大しました。JSB 1000クラス14周の決勝レース1が今スタート。スタートダッシュを見せたのは2番グリッドからスタートのゼッケン10、加賀山幸男。抜群のクラッチミートでホールショットを奪っていきます。そして2番手にポジションを上げたのがゼッケン11、ホンダ鈴鹿レーシングチームの亀井雄大。中須賀が3番手にポジションを下げる中、秋吉が4番手に。オープニングラップ、トップ3がペースを上げ4番手以降を引き離す展開に。
そして早くもゼッケン11亀井が仕掛けます。バックストレートで加賀山を捉えトップに浮上。トップに立った亀井はその後もレースをリードしていたのですが、5周目の200R で転倒、痛恨のリタイアとなります。亀井の転倒によりゼッケン7ヤマハファクトリーの中菅がトップに立ち、後続を引き離しにかかろうというところだったのですが、6周目にセーフティーカーが導入。これにより各ライダーの差がなくなり、レースは振り出しに。その後も4周にわたるセーフティーカーランが続く中、ランキングトップの中須賀を先頭に加賀山、名古屋、浜原、日浦が続き、ランキング2位の清成は10番手を走行。このままの順位ではシリーズタイトルに向け厳しい展開となります。レースは残り6周でリスタート。全車一斉にアクセル全開。そのリスタートでトップを狙っていた加賀山でしたが、中須賀もしっかり対応。中須賀、加賀山のオーダーのまま1コーナーへと入っていきます。そして JSB ルーキーゼッケン25名古屋もしっかりリスタートを決め3位をキープ。その候補ではゼッケン3浜原、ゼッケン41日浦の2台がその座を狙います。レース11周目、加賀山をかわし2番手にポジションを上げているのがゼッケン25武蔵 RT ハルクプロホンダの名古屋鉄平。このままいけば JSB 1000クラス初表彰台獲得となります。しかし後続もまだまだ諦めていない様子。加賀山、浜原、日浦の後方から岩田も加わり、セカンドグループは5台のバトルに拡大。そしてトップを走る中須賀が着実に独走体制を築いていく中、5番手の日浦がバックストレートで浜原と加賀山の2台を一気にパス。3番手へジャンプアップしていきます。レースはファイナルラップ。その勢いに乗る日浦が2番手の名古屋をロックオン。ヘアピンでその差を一気に詰め、2台がテールトゥーノーズに。同じマシンを狩る2台が最後の最後に激しいバトルを繰り広げます。トップの中須賀はもうこれだけのマージンを築き余力を残します。そして気になる2番手争い、 130R は名古屋、日浦のオーダーで立ち上がっていきます。トップの中須賀が一足先にチェッカーフラッグを受け、開幕戦から続く6連勝をマーク。そして2番手争いを制したのはゼッケン25名古屋鉄平。日浦はわずかに届きませんでした。結果はご覧の通り、名古屋、日浦の2名が JSB 1000クラス初表彰台を獲得しました。 JSB 1000クラス16周の決勝レース2が今スタート。抜群のスタートを見せ、ホールショットを奪っていったのはレース1に続き加賀山幸雄、中須賀、日浦、そして清成が続きます。オープニングラップのスプーンカーブ、7番手スタートの清成が3番手にポジションを上げてきます。レース1では不満の残る走りとなった清成が序盤からハイペースで走行。そして立ち上がりでラインを変えていき、バックストレートで中須賀に並びかけオーバーテイク、2番手に浮上します。レース2周目、勢いのいい清成がホームストレートで加賀山をパスしてトップに躍り出ると、その動きを見たゼッケン7中須賀も加賀山を捉えていき2番手にポジションを上げます。その後もペースを上げて逃げ切りを図りたい清成でしたが、中須賀もそのペースについていき清成の背後をピタリとマーク。このレースの順位次第では中須賀のチャンピオンが決定するという状況。清成、何としてでも中須賀を前に行かせるわけにはいきません。9周目、トップ2の背後に迫ってきたのはレース1で表彰台を獲得した2台、ゼッケン25名古屋鉄平とゼッケン41日浦大二郎。
この2台が加わり、トップ争いが4台のバトルに発展。そしてバックストレートで中菅が並びかけたのですが、ここは清成が抑えます。しかし立ち上がりが少し鈍ったことにより3ワイドで試験員へ。そしてその試験員で順位が入れ替わり、10周目に入ったところでは中菅がトップに浮上。2番手に清成、そして3番手には日浦がポジションを上げます。中菅がトップに立ったことにより、このまま行けば自身10回目となるタイトルを確定させる状況に。2番手に交代したゼッケンに清成も中菅を追うのですが、その差が徐々に開き始めます。その後も自己ベストを更新する走りを見せた中菅が一気に独走態勢を築いていき、ペースの上がらない清成は日浦、名古屋に飲み込まれます。そして翌週のホームストレートでは日浦が清成を捉えて2番手に。さらにその後方から名古屋が清成の背後をピタリとマーク。名古屋レースワンに続く表彰台を狙います。12周目のスプーンカーブ、清成の背後にいた名古屋がペースダウン。この2番手争いから脱落します。そして一度は日浦に先行を許した清成でしたが、ペースを回復、持てる力を振り絞りラインを変えていきます。迎えたバックストレート、清成が日浦を捉え2番手を奪い返します。レースはファイナルラップ、ヤマハファクトリーレーシングチームの中菅が後続に大きなリードを築き、 JSB 1000クラス自身10度目となるタイトルに向けマシンを走らせます。昨シーズンは開幕戦から不運に見舞われ苦しい思いをしました。その思いを胸に今シーズンに取り組んできた中菅克行、残すコーナーはあとわずか。そして最終コーナーを立ち上がり、トップチェッカー、この瞬間2021年のシリーズチャンピオンを獲得しました。結果はご覧の通り、2位清成、日浦がレース1に続く3位を獲得しました。ポイントランキング、中菅が3レースを残しシリーズチャンピオンに輝きました。JSB 1000クラス24周の決勝レースが今スタート。3番グリッドの亀井がいいスタートを見せホールショットを奪っていったのですが、1コーナー立ち上がりでは清成が亀井のインを突きトップに。そして注目のモーターサイクル試験員、清成、亀井、中菅のオーダーで立ち上がります。オープニングラップのアトウッドカーブ、3番手の中菅が前を行く亀井をパスして2番手に浮上。トップの清成を逃すまいとレース序盤から動きます。そして2周目に入ったところでは清成、中菅のトップ2が早くも抜け出す展開に。その後方では亀井の背後にゼッケン25名古屋、ゼッケン10加賀山が接近し、3番手争いは三つどもえのバトルとなります。3周目のアトウッドカーブ、亀井が少し膨らんだ隙をついてゼッケン25名古屋が3番手にポジションを上げます。しかし亀井も立ち上がりで車速を乗せていき、バックストレートで並びかけます。バックストレートエンドのブレーキング勝負、ここは名古屋に軍配が上がります。怪我の影響もあり少しペースが上がらない亀井は、その後加賀山にもかわされ徐々に3番手争いから脱落していきます。5周目のトップ争い、中菅が清成に並びかけるのですが、ここではまだいけない様子。しかしその後も清成のテールをしっかりとマークし、プレッシャーを与え続けます。
迎えた7周目の1コーナー、中菅が清成のインに飛び込み、ついにトップに躍り出ます。前に立った中菅はペースを上げ、リードを拡大、逃げ切り体制へと入っていきます。代わってこちらは5番手争い、ゼッケン11亀井に対しゼッケン3浜原が迫ります。レース中盤、徐々にペースを上げてきた浜原に対し、亀井は徐々にペースが落ちていき、少し苦しい様子。迎えたダブルヘアピン、亀井の加速が鈍ったところを浜原がパス、亀井のわずかな隙を突き5番手にポジションを上げます。その後もペースを上げ続けた浜原が4番手を行くゼッケン10加賀山にも接近。モスレスでその差を縮めていき、アトウッドカーブでインに飛び込み4番手浮上。しかし加賀山も諦めません。バックストレートエンドのブレーキングで浜原をかわし、4番手を奪い返します。その後もゼッケン10加賀山、ゼッケン3浜原による4番手争いはヒートアップ。レース後半までもつれ込みます。17周目のダブルヘアピンで浜原が狙います。加賀山が少し膨らんだところをインからパス、その隙を見逃しませんでした。浜原再び4番手にポジションを上げます。レースはファイナルラップ、トップを快走するのはヤマハファクトリーレーシングチーム、ゼッケン7中菅克行。レース序盤、清成とのバトルを制してからはただ一人1分31秒台のペースで周回し、独走体制を築きました。そして2番手以降に10秒以上の大差をつけ、開幕から続く8連勝となるチェッカーを受けました。結果はご覧の通り、2位清成、3位名古屋となっています。ポイントランキングはご覧の通りとなっています。JSB 1000クラス15周の決勝レース1が今スタート。ホールショットを奪っていったのはポールポジションからスタートのゼッケン7中菅克行。これに亀井雄大、浜原騒動、加賀山幸雄、岩田悟が続き、3番グリッドスタートの名古屋は6番手に交代してしまいます。オープニングラップの第2ヘアピン、浜原が亀井をかわし2番手に、そして名古屋が岩田をかわし5番手に順位を上げるなど、レース序盤からポジション争いが激しくなります。2周目の1コーナー、ゼッケン25名古屋が加賀山を捉えて4番手に。スタートで出遅れた名古屋がペースを上げて一気にポジションを回復、そのまま3番手の亀井にも迫っていったのですが、第2ヘアピンでオーバーラン、コースに復帰しますが大きく順位を落とします。代わってこちらは15番グリッドからスタートのゼッケンに清成隆一。3周目には5番手まで順位を上げていたのですが、複合コーナーで痛恨の転倒を喫し、マシンをピットに。このままレースリタイアとなります。トップを走る中菅は2周目に1分48秒835のファステストラップをマークすると、一気に2番手以降を引き離していき、6周目に入ったところでは2番手浜原との差はおよそ3秒まで拡大。そして2番手浜原と3番手亀井の差も広がり、トップ3は単独走行となっていきます。レース中盤、5番手争いがヒートアップ。ゼッケン18秋吉、ゼッケン12柳川、ゼッケン6岩田のベテラン勢が三つどもえのバトルを展開。
その中で先に仕掛けてきたのはゼッケン12、柳川明。第2ヘアピンで秋吉をかわし5番手に浮上。そして柳川の動きを見た岩田もジェットコースターストレートで秋吉をかわしていき6番手にポジションアップ。さらに岩田は複合コーナーで柳川を捉え5番手にジャンプアップ。5番手争いは岩田、柳川、秋吉のオーダーとなります。レースはファイナルラップ。トップを走行するのはヤマハファクトリーレーシングチーム中須賀克幸。地元オートポリスでの開催ということもあり気合十分の中須賀が完璧な走りを見せます。スタートダッシュに成功した中須賀は毎周回およそ1秒ずつリードを築き、2番手以降との差をおよそ15秒にまで拡大。終始安定したペースで周回を重ね、今季7回目となるポールトゥーウィン、9勝目を飾りました。結果はご覧の通り、2位は浜原、3位は亀井が入りました。今シーズンのラストレース、18周の決勝レースが今スタート。いいスタートを見せたのはゼッケン7、中須賀克幸。レース1に続き抜群のクラッチミートでホールショットを奪っていきます。そして2番手につけているのがゼッケン25、名古屋鉄平。3番手にはセカンドローからスタートの加賀山幸男が続き、4番手浜原、5番手秋吉、6番手亀井というオーダーとなります。レース2周目、ゼッケン11、亀井が秋吉をかわし5番手にポジションアップ。前を行く加賀山、浜原の3番手争いに接近していきます。翌週の第2ヘアピン、ゼッケン3、浜原がゼッケン10、加賀山を捉え3番手に浮上。今シーズントップ争い、そして表彰台の一角に食い込むなど力強い走りを見せています。その浜原の後方で順位が変わります。ゼッケン11、亀井が加賀山をかわし5番手にポジションアップ。怪我の影響もある中奮闘しています。変わってこちらはトップを走行するゼッケン7、中須賀。その後ろから2番手の名古屋が必死に追いかけるのですが、その差は徐々に拡大していきます。6周目、2番手単独走行の名古屋に対し浜原、亀井が接近。タイムの上がらない名古屋に対し浜原はペースアップ。その差は徐々に縮まり、8周目にはテールトゥーノーズとなります。迎えた11周目の第2ヘアピン、浜原が名古屋を捉えて2番手に浮上。しかし翌週の1コーナーでは名古屋が浜原を逆転するなど両者一歩も引かない展開になります。そして残り3周となったところではゼッケン11、亀井も加わり、2番手争いは三つどもえのバトルに拡大していきます。そんな中トップの中須賀は独走状態。終始安定した走りを見せ今季10勝目。さらには最高峰クラス前人未到のシーズン全戦全勝に向けマシンを走らせます。中須賀克幸、最終コーナーを立ち上がりトップチェッカー。レース1に続くダブルウィンとなりました。そして注目の2番手争いも最終決戦、ファイナルコーナースタンド前を通過していき、先にチェッカーを受けたのはゼッケン25、名古屋鉄平でした。結果はご覧の通り、3位浜原、4位亀井、その差はわずか 0.026 秒でした。ポイントランキング、中須賀がシーズン全戦全勝を達成。最終戦2レースともに表彰台の浜原がランキング2位に浮上しました。このライブ中継は
ホンダ、レッドバロン、スズキ、ダンロップ、ウェビック、ブリヂストン、 RS 太一、デンソーの協賛でお届けしました。